演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら業務スーパーのクリームブリュレタルトを食べたいと思います。業務スーパーの冷凍タルトは以前2種ほど食べたことありました。これが一番気になった。これがその時なかったんですよね。なので今回改めて購入できました。嬉しいな。どんな感じなんだろう、気になりますね。では早速ちょっと、こんな感じですね。断面はどんな味なのかな。ではいただきます。散らされただけのことはあります。濃厚、しかも香ばしい、美味しい。クリーム部分は甘さが控えめで、上に乗っているカラメルの苦味がすごく強烈にきた大人向けのタルトですね。あまり甘すぎないタルトが好きな方にはぜひおすすめしたい商品でした。ブリュレなのでちょっとしたプリン風味も味わえて本当に美味しかったです。おすすめされるのも納得ですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。もっと新シリーズ出ないかな、このタルト。ではうん、夏の雨、確かに台風のイメージはありますよね。でも来てほしくないです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。